楽しい。はい、こんばんは。すっかり秋ですね。今回は試作風景動画です。なんじゃそれ、ですね。カイロの動画なんかは基本的に完成品しか見せないのが鉄則です。建築動画は建築工程まで含めて建築なのに、ってことでですね、誰も得しないカイロ構築動画ってわけですよ。論理回路くんでもそれこそ誰も見ないので、今回はクレーンゲームを作ります。UFO キャッチャーみたいな、やつですね。どうですか？面白そうでしょ？私は本当にたくさんのくだらないパチンコとかピンボールとかスロットとか、ジェットコースターとかトロッコ自動駅とかもマインクラフトの重たる活動の効率化から、辛楽の回路を作り続けているわけなんですけど、ほとんどは誰も知らないんですよね。私がサーバーでみんなにお披露目して、それだけです。これではいけないわけですよ。これでは、こういう埋もれていく回路、日の目を見ない回路をちょこちょこ紹介するわけです。そうすれば、こういう遊びの回路も注目が集まるかなということですね。とはいつつ、この動画はついで、です。私は以前サーバーにクレーンゲームを置いていたんですけど、水流アップデートに、破壊されたので新作を作らないといけなかったんですね。その試作をついでに撮影して、皆さんにもいい刺激になればいいと思ってます。最終的に結構形になるので、皆さんも真似して作ってみてはどうかな。これサーバーに設置したら、マジもうかりますよ。ダイヤザクザクです。少なくとも前作のクレーンゲームはそうでしたからね。ふふふ。と、長々喋って、とりあえず動画ではクルーンを作成していますね。2倍速でお送りしております。進展あるまでかーっと。なんか水流をあれこれいじって。上の段が、クレーンゲームでいうところの下の段ってわけですね。わかりますかね？あの雨がいっぱい流れてるところを上の段に作るわけです。まあ形になるまでカット。こんなもんですかね。このピストンで押し出して下の段に落として、さらに黄色い穴に落ちたら、景品ゲットと、こういうことですよ。おお。マーベラス。